コンスタンティン・ニコラエビッチ・トレティアコフは、ロシアの神経病理学者。彼は、フランス出身で、中央アジア探検家のピエール・ボンバルトの初、パミール遠征のメンバーだった軍医の一人息子として、ロシア帝国のフェルガナで生まれた。そして、パリ公立病院連合で医学を学び、1919年に、博士号を取った。論文で、彼は、新鮮麻痺、パーキンソン病と、 関係がある国質の編成について記載した。トレティアコフはパーキンソン症候群とこのような解剖学的構造を初めて結びつけたのだ。1922年から1926年の間、トレティアコフはブラジルのサンパウロ近郊にあるジュケリー病院で働いていた。1931年から残りの人生は旧ソ連のサラトフで、 新しい脳科学研究会医学研究所の所長の職にあった。1910年、フレデリック・レビーが後にレビー固定として世に知られるものを発見し、ゴンサロ・ロドリゲス・ラホラは1913年にそれに関しての認知症を見つけたのだ。そして、トレティア・コフは1919 19年にパーキンソン病には中脳の国室に それがあることを見つけ出し、それを発見者の功績を叩いて、レビー固定と名付けた。しかし、2017年に、エディア・エンゲルハートは、ラフォーラの功績を叩いて、ラフォーラにすべきだと主張。その理由として、ラフォーラは、トレティアコフが名付ける6年も前にその名前を付けて、いたからだということを挙げた。ありがとうございます。